薄紅の花びらを屋根一面積もらせてる。ゆっくりと汽車が今春の駅離れてゆく。卒業できない恋もある。木々の色も変わるけれど、卒業できない恋もある。一秒ごとに好きになるのに、どうして君はずっと手を振るのでしょう。横顔に火を染めて別れの曲弾いてた君。急行の止まる駅の改札口待ち伏せした。卒業できない恋もある。街も人も流れてゆく。卒業できない恋もある。すぐに君に会いたいのに、こんな気持ちを打ち明けられないままに。さあらさら ということで、お聞きいただいたのは渡辺、お聞きいただいたのは渡辺美里さんで卒業。ということで、まあこれね、卒業ソングってまあたくさんあるじゃないですか。まああの狂気よく真面目なんてクソくらえと思ったみたいなね、尾崎豊さんの卒業であるとかたくさんありますけども、渡辺美里さんの卒業という、まあ今ちょうど卒業シーズンなんでね、カバーして歌ってみました。いかがだったでしょうか。まあ、これあの作詞が渡辺美里さん、そして作曲とアレンジが小室哲哉大先生でございますから、まあ大好きな2人ですからね、いい曲に決まっているんですが、これ1991年の4月の18日、でリリースされておりますね。1991年、今ご覧いただいている方
いくつでしたか、何してましたかね。まあ、人によっては生まれてない人もいるかもしれないけど、当時僕12歳ですね。1991年、1979年生まれなので12歳。ちなみにね、この年CD がもう大盛況も大盛況のもう全盛期のシーズンですね。特に僕が本格的にこう、なんだろう、 CD をガチガチに聞き出した頃でもあるんですが、すごいっすよこれ。この年のトップ10すごいっすよ。第10位 Bees Alone 9位ドリカム I Sue Me 8位長渕剛先生のシャボン玉、7位が Bees のレディナビゲーションで、6位が小泉京子さん、あなたに会えてよかった、あ、いい曲、やばい。5位が飛鳥さんの始まりはいつも雨、4位がマッキー牧原紀之さんのどんな時も、やばいよね。第3位カンさんの愛は勝つ、ちなみに僕一番初めて買った CD がカンさんの愛は勝つですね。そして第2位がチャゲ&アスカ Say Yes、 やばいですよ、やばいでしょ。そして第1位がもう僕が大好きなドラマ東京ラブストーリーの主題歌、小田和正さんのラブストーリーは突然にのね、やばいですよね。このトップ10やばいですよね。だってこのトップ10、僕今でもこれ全部歌えますもんね。これ多分この時代に音楽聴いてた人は、好きとか嫌いとか関係なく、これ多分今の10曲歌えるっしょ、多分。アロン僕らはこっち向いて笑う、やばいもんね。コツコツとアスファルトに傷、やばいね。レディナビゲーション、全部歌えるね。さよならさえ上手ね、あなたに会えてよかった、君に会う日は不思議なくらい雨が多くて、あ、やばいな。どんな時も、全部歌えますよね。心配ないから、いけますよね。愛には愛で、全部歌えますよね。あの日あの時あの場所で君に会えなかったら、お、やばいですね。この頃はやばいですねはい、ということで、僕は当時12歳でしたが、1991年4月、ご覧の方は何をされていたでしょうか。よかったらコメント欄で教えてください。そして、あれだね、1991年メドレーで歌ってもいいぐらいだねこれ。ちなみにこの他にもすごいもう曲がいっぱいあるんですよ本当に。ちなみにざっと言うと11位が沢田千佳子さんの会いたいとかさ、12位唐島みどりさんのサイレントイブ、やばいね。あ、13位プリプリジュリアン、あ、14位小田裕二さんの歌えなかったラブソング、やばい、これ歌えなかったラブソング、僕 CD 買った、シングル CD TM のラブトレインとか、あ、かっこ悪い振られ方、あ、トンネルその情けねえとかね。はい、ということでリンドバーグのビリービンランも1991年か、やばいですね。これ1991年特集やってもいいかもしれませんね。はい、まあ、そういったものも含めてリクエストがあればぜひコメント欄にも書いてみてくれると嬉しいです。さ、では今日はこのあたりでお別れなんですが、また動画アップしていきます。ヨヘナカムラでした。バイバイオライ。